座る前にパッカクって出るのいいよね。よし、じゃん、晴れとほ。これ実はね、私がねずっとレギュラーで何年かもやってるあの JFN のエコライフ幸せのヒントという番組があるんですけれども、そこでいろんなエコなグッズやイベント施設みたいなものを紹介する番組 でそこで実は紹介したビールなんです。象印さんが炊飯器を開発するのにやっぱりこういろいろ試作の中でご飯をたくさん炊くんですって。そのご飯が廃棄するのはもったいないということで、そのご飯を使って作られたビール、今週こういったネタをやりますっていうのをいただいて、下読みした瞬間に出てきました。はい、おー薄い色。あ、やっぱ米だからさ、細かい泡が、泡の持ちが良さそうね。小麦麦芽米、小麦、濃縮果汁、ぶどう。へぇ、果汁入ってた。あぁ、ちょっと白ワインみたいな香りがするな。確かに。よし、いただきます。乾杯。なんかこお米使ってるっていうから白ビールとかのあの感じかなと思ったら、全然めちゃくちゃさっぱりしてるわ。びっくり。私あんまりそのご飯を食べながらビールって飲まないんですよ。ご飯というよりもやっぱりその肉とか魚とかっていうのと一緒にビールをいただくことが多いんだけれども、確かにこのさっぱり感と華やかさ、香り高い感じでも他の食べ物も邪魔しない感じっていうのは、ご飯のともにっていうのはすごく分かるな。で今回おつまみはね、これイカせんべい。これもね、いつもお世話になってるスタイリストさんからお土産でいただいて、本当は大きい袋でいただいたんだけれども、もうなんかおつまみとかおやつで食べてたら気がついたら残り2枚になってしまってました。もうこれがねいいんですよ。見てこれ、この表面にさわしゃ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 ってついたさイカとさ、裏にさブツ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 ってついたごまね、これが本当最高なのよ。これうまっ。せんべいのガリ、ごまのカリ、そしてもう開始 0.1 秒で来るイカの香りと味わい、磯の香り、めっちゃめっちゃ美味しい。あーうまっ。マネージャーさんがこれ面白いですよって言ってたやつ、面白い女度っていう診断があるんで、ちょっとやってみよう。面白い女の 20%、 ちょっと面白い女、こんな少しの面白さでもインパクトにかける女、それぐらいでいい。まあこの仕事してたら面白い女の高い方がいいのかもしれないけど、いいのよ面白いって言われると、多分私の性格上
無視例をキープしなきゃいけないっていうプレッシャーで潰れるので。でも私が思う面白い人っていうのはやっぱり私にないもの持っている人が面白いなって思うな。私とは違う選択をし違うものを持ち合わせてる人っていうのは本当に私は興味深いし面白いなって思うな。私意外とママ友と飲んでる時っていうのが一番楽しいし面白いし興味深いって思うな。それは多分その生活環境がみんなそれぞれ違うっていうのもあるし、まあ、子どもの年齢とか性格とか状況とかっていうのが違うっていうのもあるから、そういう人たちの話とか聞いてああそういう選択をするんだなとかっていうのをに触れた時に面白いって思うから、うん、今面白いと思う時間ってそのそっちかもしれないな。個人に夢中で毎日触れ合っている人たちとのお話なんてそれは面白いに決まってるし、もうだってマツコさんで言うとなんだろう、私が一番ぐぬぬってなる質問を一番いいタイミングで指してくるのっていうのはやっぱり私があそこを突っ込まれたかっていう意外性みたいなものにやっぱり触れた瞬間だし、岩下久文さんとかも奔放なようでめちゃくちゃやっぱりこう周りの空気を見ながら番組の流れを作ってくださってる感じがして、もうなんかちょっと何段階か上の特殊能力だなっていう感じがするんだよな。木曜のお二人ももう本当にスペシャリストだから、まあ、そう考えるとすごい環境で今仕事してるな。性別関係なくマジで面白い人たちと今関わって仕事してんなっていうのは、あとはもうそう、もういやこの前あの北斗晶さんが今カナダでね7週お休みなんですけど、その間に来てくださる人たちがもうね色濃くて、で先週下村和義さんとい う, もう超世界的な写真家の方が来てくださって、世界的に有名な方なんですよ。本当にビヨンセとかの写真撮ってる、テイラー・スウィフトとかの写真撮ってる方で本当にすごい方なのに、それをねもうみじんもこうなんだろうおごることなく感じさせない空気で、最後の最後まで岩下さんとねもうずっともう打ち合わせの最初からオンエアの最後までもう愛してますっつって終わって、で終わってからスタジオにいた全員一人一人にもうあの本当に腰90度曲げてありがとうございました、ありがとうございました、本当すいませんありがとうございましたって言って一人一人全員に漏れなく挨拶して変えられて、やっぱりね面白い人っていうのはやっぱ空気を読む力が果てしなくあるので、やっぱ謙虚ですよね。一歩引いて周りが見えてる人が面白い人かもしれないな、うん、そうだ、そんな下村さんからいただいたチリバジルマカダミアナッツちょっと食べよう。そうだもうね、こういうね、こういうお差し入れとかもさ、はいはい、はい、うまい、これはいいね。周りのカリカリももちろん美味しいし、その周りのカリカリをこうね、こう砕いた瞬間に香るバジルね、これはもはやイタリアンですね。うん。っていうことで、なんか酔っ払いながら話したから何話したかよく覚えてないけど、今は本当にそういう面白い人たちに囲まれて仕事できてることが幸せだし、だからといって私自身が面白い女になろうなっていうふうには全然思ってないし、まあ、面白くなろうって狙うのってちょっと寒いなって思うので、ね、なんかそのまんまを出してそれをいいって言ってもらえる環境が一番いいなって思うので、私は私らしく
こんな感じで YouTube でも飲み続けます。いい夜でした。久しぶりにふわ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 してます。こんな何の飾り気もない私の YouTube チャンネルですが、よろしければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。おやすみなさい。